世代間倫理とは、年齢の異なる世代や生存していない過去、未来の世代の間で、義務や権利、倫理を主張する考え方。哲学者、応用倫理学者の加藤直武が、環境問題においては、環境倫理学の三つの基本主張の一つとして、説明したことにより、広く知られるようになった。英語では、世代間正義、世代間公平などと呼ばれる。 世代管理理とは、現在を生きている世代は、未来を生きる世代の生存可能性に対して責任があるという考え方だとされる。この記事ではこれについて述べる。一人一人の人間は、様々な事物に、経済的価値、健康、快楽といった幸福などの価値を認めている。それは、各人間や人類全体が幸福に生きていくという目的につながる。この達成において、 環境問題は足かせとなると考え、そこで自然や資源に価値を認めて、それを守るという目的を見出し、二つの価値や目的を比較しながら考え行動していくことで足かせをなくそうというのが自然の生存権や地球有限主義である。そして、これらを長期的視点で考えようというのが世代間倫理である。持続可能性と深く関連した考え方である。 深く論議していくと論理的矛盾も出てくるが現在世代の未来世代への責任はある程度受け入れられている。世代管理理は現在を生きている人類が環境問題の解決にあたって先延ばしせず責任を持って行動するための根拠となる。世代管理理ではいくつかの議論点が挙げられる。ありがとうございます。